今日はですね、こちら岡崎公民館便りなんですけども、こちらのね、講座のご案内ということで、8月のね、7日の午前10時から12時まで、7日月曜日ですね、はい、8月7日の月曜日に北ブロック公民館共催ということで YouTuber 講座、 YouTube は伸びで暮らしていくことは可能かというね、講座を、やらせていただきますというわけで、今回その告知の動画でございます。概要を説明します。小学校のなりたい職業ランキングトップ10に、3年連続ランクインする YouTuber について現役 YouTuber から学びませんか。本講座の様子は、講師の YouTube チャンネルにアップロードされますが、受講者の顔が映り込まないよう配慮しマスキング処理を行いますということで、講座内容は YouTuber を取り巻く現状等の講話及び YouTube 動画作成編集アップロードまでの体験となっております。というわけで、実際に僕が YouTube 4年ぐらいやってるんですけどね、今度で多分4年になると思うんですけど、今年で YouTuber のみで暮らしていくことは可能かということをね、喋る感じでございます。実際にはこう何万再生を毎日どれぐらい出すと食っていけますみたいな話をしたり、まあ、YouTuber こういうのをやると結構しんどいし大変みたいな、あとは外注するといくらぐらいかかるとか、まあ、そういったその細かいところまで、まあ、お金に関することがを喋っていこうかなと思います。はい、現実的な話を結構ねしていこうかなと思っております。で、対象が北ブロック公民館、区内在住の小中学生と保護者ということで、大上、神田、横内、吉島、豊田、岡崎の方が対象となっております。ということで、まあ、全学区対象ではないんですけれども、北ブロックの皆様、ぜひお越しください。で、お申し込み期間が7月7日月曜日午前9時から7月23日日曜日の午後5時までとなっております。で、申し込みはこちらの、二次元コードからお申し込みください。神奈川電子申請システムというのがございます。問い合わせは、平塚市岡崎公民館、0463-58-1286 までよろしくお願いしますということで、ぜひ岡崎公民館の方から、お声掛けいただきまして、今回このようなことをやらせていただくことになりました。やらせていただくことになりましたって、はい、というわけで、結構公民館でこう自治会入ってる方とかはね、各家庭1枚ずつお取りくださいって書いてあるんで、もう持ってる方いるんじゃないかなと思うんですけれども、今回は、そんな感じで、岡崎公民館でやる、講話の、ご紹介でした。ということで、皆様の、お申し込みお待ちしております。以上、平塚 YouTuber しんでした。では、当日はね、写真とかサインとか、はい、僕でよければ全然しますんで、よろしくお願いします。